今回はふくらはぎを細くしたい方におすすめな内容になってます。まずふくらはぎが細くならない原因としては、ふくらはぎが硬い、足指の力が弱い、足首が硬い、この3つが原因でふくらはぎが細くなりません。この3つを改善することで逆にふくらはぎが細くなっていきます。今の各3つを30秒ずつ改善していきます。まずふくらはぎが硬いとどうなるのか。疲れやすいふくらはぎになっていますから、日常的に座っていても立っていてもふくらはぎを使っている状態が起きてます。そうなるとふくらはぎっていうのは筋肥大して大きくなります。疲れが取れないから細くもならないんです。二つ目の指の力、これが弱いと足の指が浮いた状態になってしまって、ふくらはぎを使わずに生活をしていて、ふくらはぎがむくみやすい足になってしまいます。毎日ふくらはぎがむくんでると老廃物が溜まって細くなりません。三つ目、足首が硬いとふくらはぎの筋肉をあまり動かせれないので、やはりむくんだり老廃物が溜まって細くなりにくいです。その中でも一番大切なのはふくらはぎが柔らかくないといけないことです。そこからまず改善していきます。スマホを持ったままできますので一緒にしましょう。その前にまず前屈をチェックします。まず前屈がどれぐらいいくか、この幅をですね覚えておいてください。ふくらはぎが弱くなると前屈がしっかりいきます。前屈の幅を覚えてください。それでは始めます。まず寝た状態で足の甲でふくらはぎを叩いていきます。足首から膝裏にかけて動かしながら叩きます。筋肉を軽く潰していく感じです。反対も一緒です。上の足で下に押さえる、下の足で上に上げるっていう感じで、こういう感じでふくらはぎを30秒叩きます。スマホ持ったままいきましょう。いきます。しっかり叩いてください。痛くない方はね、強めでもいいです。しっかりふくらはぎを柔らかくしましょう。しっかり叩けばですね、柔らかくなって前屈しっかりいきます。あと少しです。はい、それではもう一度前屈をチェックしましょう。さっきよりも楽に前かがみになれると思います。はじめよりもふくらはぎが弱くなって前屈ができた方はコメントください。大体の方が5センチから10センチぐらい今の30秒で前屈が下までいけるようになります。次に足指を動かしていきます。グーパーグーパーです。グーパーするときに足首は少々動いてもいいです。とにかくグーパーグーパーです。30秒いきます。スタート。意外とこれがですね疲れるんです。走ったりすることがなくなると足指の力が衰えて、地面をねあんまりしっかり掴めなくなってしまって、足指の力が弱ってふくらはぎを使いにくい足ができてしまいます。しっかりグーパー、よし、はい、 OK です。最後に足首をストレッチします。足首が硬いとやはりふくらはぎがね細くならないんです。さらに足首硬いと半長膝になってしまって、太ももの前側のね張りが取れなかったりします。なので足首っていうのはすごい大事なのでストレッチしていきましょう。スマホを持ったままでいいです。足を左右にこういう感じで片方ずつ体重乗せます。こういう感じです。しっかり足首角度つけて、浮きてくなるかかとを押さえる感じです。これを左右します。いきます。スマホ見ながら、ちょっと足首痛いな、ふくらはぎ痛いなっていうぐらいやってください。しっかりね体重を乗せて、肘で太ももを押さえる感じで足首をグッグッと伸ばしましょう。あと少しです。最後にもう一度前屈します。はい、 OK です。もう一度前屈チェックしましょう。多分初めはこれぐらいだと思います。それが結構ねグーッと、下手すると20センチぐらい
いけるようになった方もおると思います。お疲れでした。今の簡単な3つ紹介したんですけども、これが本当に鉄板です。ふくらはぎはあまり鍛えない方がいいんですけども、適度に動かすことは大切なんです。ふくらはぎは第二の心臓と言われていて、ふくらはぎの筋肉が低下したり、ふくらはぎが使われてないと、やはり膝から下に老廃物や体液が溜まってしまって、ふくらはぎがむくんでしまう。指で押した後にシュワーっとね、むくんでる感じが残ってしまう。ですので今の3つ必ずやってください。そして今後としてサブチャンネルの方でいきなり動画が始まるような解説の少ない動画を配信していきますので、よかったらサブチャンネルの方も登録よろしくお願いいたします。今回前屈が初めよりもぐーっと下までいけたよって方はですね、コメント、そして動画のシェアで皆さんに紹介してあげてください。これは必ずふくらはぎが細くなるメニューなんです。叩いて前屈、これが一番大切です。各種 SNS も行ってますので、説明欄のリンクからフォローしてもらって、動画のシェアなどもよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.